皆さん事件です。この美しいリンリンロードでユーマの痕跡が発見されたようです。ユーマの痕跡が発見されたようです。まだ未確認な情報なので今日も私中澤武史がしっかり探索したいと思います。この世には未だ科学で解明できない不思議が溢れている。嘘か誠か幻か、これより先はくれぐれも閲覧注意。イバキラ都市伝説。突如現れたこの男こそイバキラ都市伝説を命がけでレポートする新進気鋭のユーマハンター、中澤武史。ユーマ研究家として数多くのテレビメディアに出演、著作初恋芸人はドラマ化もされ注目を集めている。筑波凛凛ロードこと桜川土浦自転車動線、起伏やカーブが少なくサイクリングの醍醐味を満喫できるコースとなっている。このロケーションは私が松戸丼を発見した風景に似ている気がしますね。松戸丼っていうのは何ですか？いや、あの有名な松戸丼ですよ。いや、ちょっとわかんない。いや、もうみんなが知ってる、ご存知の。知らないんですか？松戸丼ですよ。説明しよう。松戸丼とは、1972年、千葉県松戸市の江戸川で目撃されたというユーマである。丸い頭、ヒゲと2本の牙、全身がヌメッとした謎の未確認生物。2010年に再び中澤自身がその姿を激写、紙面を賑わせたのである。今回は期待が持てそうだ。ユーマの目撃情報があったのは筑波凛凛ロードに生えた宇宙キノコの周辺だそうです。まずはその宇宙キノコをここを走って探してみましょう。筑波凛凛ロードに生えているという宇宙キノコ。凛凛ロードからは想像もつかないワードをさらっと言ってのけるこの男。ユーマハンター中澤武史のポテンシャルを信じて我々もついていこう。筑波凛凛ロードには各所にサイクリストのための休憩所が設けられている。廃線となった駅舎の名残にノスタルジックな光景が広がる。我々はさらなるユーマの手がかりを求めて茨城県庁へと飛んだ。まあ、筑波山がすぐ近くにあるっていうのとか、こう水田が広がっているようなところでして、コースもすごく平坦なんですね。なので、まあ、初心者の方でもすごく楽しめるような、そんな環境になっております。そういった古墳ですとか、そういった歴史的な建造物も多くありまして、まあ、そのサイクリングのみならずですね、そういった歴史とかも感じながら楽しめる、そういったコースにもなっております。サイクリストのための環境づくりがなされている凛凛ロード。気持ちよさそうに風を受ける中澤を見ていると、我々も一瞬ユーマのことなど忘れてしまいそうになる。その時中澤が何かを発見した。のどかな風景が続くサイクリングロードに突然現れた奇妙な物体、これこそまさに宇宙キノコです。あれはですね、あれは宇宙キノコではなくてですね、距離の測定をするようなものでして、等間隔にコースを置いてあって距離を正確に測れるといったようなものになってます。残念ながらこの物体は宇宙キノコではなかったようだ。凛凛ロードでユーマの目撃情報など本当に存在するのだろうか。確認生物ですか？いや、ちょっとないですね。宇宙から来たような感じとか、はい、ユーマって場所らしいんですけど、いや、私はないですね。なぜかこの話題になると急に顔色を変える担当者。これは何かを隠しているのだろうか。これ本当にここだけの話にしてほしいんですけど、大丈夫ですか？約束いただけますか？私がちょっと前リンリンロード走った時に、まあある場所走ってたらですね、ふっと何かがあってる気がしたんですよね。横目に見た時にふっと何かがあってる気がしたんですよね。それがもしかしたら今おっしゃってるようなものだったのかなとも思ってるんですけど、いやいや、それはちょっとですね、それは分かんない。絶対ユーマだ。いやいや、私が入手した情報によると
この宇宙キノコの周りにおよそ40センチ強の獣とみられる足跡のようなものが点在していたとのことです。これはもしや宇宙キノコに誘われてビッグフットが現れたのではないでしょうか。ビッグフットが現れたのではないでしょうか。フットでできたビッグフット、ここへ来て若干の無理やり感は否めないが、次回その謎が明らかに。後編へ続く。